はい、どうも、なぎです。この間ですね、ロッカー作ったんですけど、今、この、下から、金の、横綱、そして上に、立つ。で、上に、秀夫さんがいるんだけど、これなんか、普通に何も考えず作ったんだけどさ、俺が、秀夫さんがこれを見て、なんか、横綱、そして、立つ。その次、僕ってことは、僕が、お頭として出てくるのかなってなんか勝手に解釈してたみたいで、なんか俺気づいたら次の予想をしてたみたいです。次のお頭鮭は秀夫さんが出てきます。はい、ということでですね、冗談はさておきにして、秀夫さんが出てくるわけないじゃないですか、お頭鮭で。まあちょっと頭の大きさはでかいから、ね、大きさとしては十分なんですけど、まだね、体の大きさが足りないね。頭だけがなんか成長しちゃってでかいので、そうですね、今日はロッカーを作っていきたいと思います。こんなに言うとね、怒られちゃうと思うんですけど、ヒレオさんに。まあでも、頭がでかいって言ったら、なんかうねちゃんはケツがでかいからってなんか言い返してくるので、俺はケツがでかいらしいです。悲しい。どうしよう。俺が借りているヒレオさんの足でも使おうかな。マジどうしようかな、ロッカー。なんか最近ね、変えてるんだけど、どんなロッカーにしようか悩み中ですよ。待って、みんなやばい。マジでかっこいいロッカー作っちゃった。かっこよさと可愛さを兼ね揃えた。で、中は、気持ち悪い。ははははは。ははははは。これ、じゃん。これだよ、こういうの求めてるよ、みんな絶対。これだよ。良くないこれ。みんな良くないこれ。本当に。下から見てる、タコちゃんが、こう、確認。できたわ。できたよ。漆塗りのロッカーにして、で、俺が今まで持ってたこの、草つけてみたんだけど、すげえおしゃれになった。で、真ん中に、なんかニコちゃんマークがいるんだけど、下に一応いるんですよ、タコちゃんたちが。これはチラってなんか見ているところを撮りました。これ良くないですか、これ普通に良くない。俺これめっちゃいいと思うんだけど。はい。で、セーブすればいいのかな。セーブしたらできんのか。これ良くない。開けるとこれだし、閉めるとこれよ。良くないこれ。ほら、うなちゃんのロッカー進化しました。でもこれみんなびっくりするでしょ。やった。やったー。